みこち祭りの声聞こえているっぽいからすごくやりやすいわね。聞こえているみたい。かわいい。なんでさくらみこってこんなかわいいんだろう。さくらみこってね、性格も良くてね、声も顔もかわいくてね。祭りはね、まあ昔からみこちのこと知ってるからっつって思っております。昔から変わんないところがみこちのいいところ、性格の良さが。やっぱさ、照れてる？照れているの？かわいいかわいい。やっぱ、ニコチって、ホロの中でも、すごい、何？苦しい時期を乗り越えてきたホロメンの一人じゃないですか？だからさ、見る人がこんだけ増えても、こう、天狗にならない。これさ、マジ、みんな、他のホロメンもなんだけどさ、すごいなって思う。ずっと腰が低くて、仲間思いで、性格が良すぎるなって。かわいい。ビフリフリして。照れているね。お前、やめろよ。かちっ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 
わいい。あ、ハズちゃんの方が好きだって。すごいでかいうなずきだったよ。すごい深かった。あんなに深くなくていいのに。ごめん。性的には見れない。いや、別に性的に見てほしいわけじゃないけども。あ、じゃあハートちゃんのこと性的に見てたんだ。うん、深いんだよな。うなずき2回も、2回もうなずいちゃって。おっぱいが大きいのが好きなの？うん、うん、うん。すごい。今までで一番すごいうなずき。じゃあ、星町は？そんなに首振らなくていいじゃん、横に。ビジネス。だけの関係ずっと言ってんな。ずっとビジネスだな。それにしては仲いいよな。だから好きなんよな。ビジネスてーてー。ビジネスって表で言えちゃうくらいには仲がいいってことだからね。本当にビジネスだったらね、言いませんからね。かわちいね。みこちかわいいよな。うん、かわいい。みこちあれなんだよな。あの、裏表が本当にないんだよね。ここで暴露していく。まあ、次の配信に移り続ける限り言い続けてやろうかって思うわ。みこちゃん、あれだからね。あ、いなくなった。みこちは、配信外でもね、こんな感じだよ。ずーっといい子。んでね、配信外でも照れると、へへ、へへって笑う。逃げた。あー、照れちゃったね。かわちいね。これ以上やると、顔真っ赤っかになっちゃう。髪の毛と同じ色になっちゃうわ。顔が。